こちらは久しぶりでありドミネーター選手との試合後初平本蓮選手のインスタライブの模様になります。夜の1時半とかから3時過ぎまでやってくれたものになりますね。私最後まで見たんで、さすがに昨日は寝不足でした。まずみんなに負ける負けると言われていたが、普通に考えたらそう思う人が大半だが、自分では謎の自信があった。ラウンドを追うごとに感覚が良くなり、MMA を吸収していき、負けることはないと思っていった。足の人差し指の骨折については、ドミネーター選手がお腹が強くないというイメージがあったので、三日月蹴りを練習しまくっていたら、相手の肘に思いっきり当たってしまい、ボキンと音が鳴り、指が真っ黒になったが、最初は強めの突き指かなと思い、とりあえず2週間練習を頑張ったが、シューズ履くだけでも痛いと思い、さすがに病院に行ってみたら折れていた。足感は SNS でドミネーターさんが今成選手と練習していると知ったので、やってくると思ったので、その対処はやっていたが、グラップリングの練習はビタイチできなかった。でもレスリングは自信があり、相手がテイクダウンの距離になり、入ってくれば来るほどボコボコになるというのが僕のニュースタイル。空手の練習を始めて、実は一番良くなったのが蹴りだったが、披露できなくて残念。遠い間合いでも出せるし、街だけの試合展開では本来ないと。パーフェクト平本蓮選手はまだあんなもんじゃないようです。みんなが心配している街一辺倒でもなく、そして鼻の横に傷ができており、オープンフィンガーグローブは外傷ができて、ボクシンググローブは頭部への脳へのダメージがあると言われている。だから朝倉未来も初めての10オンスにビビっちゃったのかなと思う。10オンスなんて全く怖くない。昨日は俺の試合が一番だったが、他にもいい試合ばっかりだった。鈴木千尋は、足ぶっ壊れてくれ、お願いだ、足の神経までぶっちぎってください、今成さん、お願いだ、勝ってくださいって試合前ずっと祈っていたんですけど、めちゃめちゃつまんない試合でしたね。本当にも自分の入場待機中に、今成さん、鈴木千尋のアキレス腱ぶっちぎってくださいと何度願ったか、歓声が起きるたびに期待する自分がいたっすね。まあ今の俺のスタイルなら、俺は秒殺なんでね。僕はもう組とかやらないんで、次鈴木千尋とやったらシンプルに左のカウンターで終わりっすね。あとあいつマイクがうるさい。自分でも気づいてなかったが、後でセコンドの赤澤さんに、あの時うるせえなってブツブツ言ってたよと言われ、初めて心の声が漏れちゃったっすね。ちなみにジャン斉藤さんがこの試合を、特に鈴木千尋選手が今成選手にジャンピングキックで突っ込み、今成選手がそれをキャッチし、2人が回転するという場面を、まさしくワニ VS 人間と例えていて秀逸だなと思いましたね。ワニのデスロールまでの再現度。まあでもこの場合は鈴木千尋選手が逃げようとして回転して、今成選手がそれに合わせたという格好ではありますが。で戻りまして、萩原とはどう考えても負けないのでやりません。あいつに何ができるの？勝ち逃げさせてあげるよ、萩原くん。ただ萩原くんも頑張ってほしいけどね。 K1 の時から試合した選手とその後仲良くなるパターンというのがあって、ドミネーターさんとか鈴木博明さんもそうで、あの人たちは立派な方たちで、でも試合して思ったのは、性格悪いやつはこすずるい。だからもう一回ぶちのめしたいというのがあるが、萩原はもういい。でももしやったら俺がつける展開になる。俺だったら決めるけどね。朝倉未来と違って鈴木千尋に一本取られるってどんだけだよ。前回やった時は試合でのグラップリングも初めてで、急に度忘れしたというのがあったが、今やったらマジで秒殺っすね、あいつは。今の自分の完成度で言えばまだまだ 10% もいかない。鼻が詰まっているのは鼻炎。そして白川陸斗といい勝負だよというコメントがつき、白川陸斗って誰ですか？ディープの選手かな？あんま分かんないですね。浩二選手のボクシングについては難しいと思う。浩二はボクシングというより
自分の試合のキックボクシングのそれのパンチバージョンをしている感じ。当て感はないが、でもこれでいい結果になったらすごいよねと。そしてクレベル小池選手に勝てますかには、あと少し、あと少し寝技の対処、自分の中であと一つやりたいことがあるので、それがハマれば打撃は必ず当てれるかなという自信はある。クレベル小池は唯一レベルが一つ違う選手だなと思う。他の選手には負ける気しないっすね。そして朝倉未来選手の髪型、どうやってオーダーしたらいいですかには、七三分けで2ブロックでめちゃくちゃすいてくださいと言えばなるんじゃないですかと。はい。っていうか、そもそもが七三分けなんだ。そして八千が今回の戦い方のああいう平本連タイプには対処法があると言ってましたが、何だと思いますかというコメントに対しては即答で、ジークンドーじゃないですか、はいと。はい。この瞬発力はすごかったです。一昨日佐藤大輔さんが酔っ払いながらインスタライブやってて、八千早く川口春奈と別れろ、俺のが八千を愛してるぞと言っていて、八千選手もいいネタと言っていいのかたくさん持ってますね。やっぱこの選手といえばこれみたいなものをいくつ持ってるかが人気選手かどうかっていうのの、まあ、比例していくんじゃないかなというふうにも思いますね。そしていやーひどかったですね、ブレイキングダウン。本当にひどかった。会見は格闘家が真面目にやるより人の喧嘩の方がそれはもちろん面白いに決まってて、あと試合も実はすごいプロの選手より下手くそな素人の喧嘩の方が面白いという一面もある。これは格闘技できる人できない人どっちが見ても面白い。だから最近有志のスパーリング動画見に行くのめっちゃ好き。すげえ下手くそなんだけど馬ぶってやってるからいいやんいいやんと思って見ている。本当はもっと基礎からやった方がよくて、俺はそっちを極める派だが、ああいう飛び道具をすぐ覚えたくなるタイプ嫌いじゃないっすね。六本木のキャンディジムの大輔さんって人のインタビューに有志と米尾のスパーリング動画が載っているが、めっちゃ面白い。米尾がプレッシャーをかけてちょっと押しててどんな状況だよって。このキャンディジムは昔須田亮剛選手と加藤紗里さんが謎のコラボもしていたあのジムでもありますね。あとですね、今後の格闘界についてなんですが、平本蓮選手がこれまで準備しておいてよかったと思うような何かがあるようです。何なんだろう、気になりますね。大きなトーナメントとかかな。そして鈴木千尋が人気出ない理由を教えてくださいには、シンプルに失礼だからだと思う。安保力也と同じ何か鼻につくなってのがある。鈴木千尋のマイクで腹立ったのが、今成さんとの試合について、うお、俺はこんな燃えるような試合をしたかったんですよ、こんなの初めてですよと言っていて、ということはつまり過去の対戦相手全てにリスペクトがないということ。裏を返せば庄司、山本空、萩原とは熱い戦いができなかったということ。試合は対戦相手がいて成り立つのにシンプルに感謝がない、そういったところとかで性格の悪さが出ちゃってる。そういう内面的なところ、あいつはシンプルに花もない。そして俺に人はあーだこうだ言うが、ツイッターなんてみんな勝手なことをつぶやいているが、その人たちが悪い人たちかと言ったらそうではなく、普通に日常生活も送っている。それはただ普通に生きてる人間なだけで、俺に急に悪ぶり始めたとかそう言ってくる人もいるが、そんなことはなく、ただ思ったことを言ってるだけだし、まあもともと不良でもないしね、変な風に捉えられたくない。再び萩原恭平選手については、無理やりアメリカのカルチャーを持ってこようとしている集団、それはそれで素晴らしいが、ああいう仲間がいるってことはいいやつなんじゃないですか。久保優太選手の試合はマウント取られた後奥田圭介逃げれたと思うし、 MMA 的な勝利は感じない。久保優太とはやってもメリットないが、もしやっても全く負ける気がしない。ピークを考えれば時間が経てば経つほど俺は上がっていって、あっちは年齢的に考えても落ちていくわけだし、前鈴木博明選手戦決まる前オファー来たが、久保優太は俺とは絶対にやらないと言ってたし、今後やることはないっすね。三浦孝太選手とのコラボは
話すことが特にない。僕も新規の絡みとか得意じゃないし。そして理由はわかりませんが、この間平本蓮選手と YouTuber のヒカルさんとで行った2時間トークの配信動画のヒカルさんのチャンネルからアップされてたやつ消されたようで、平本蓮選手はその旨の連絡が来なかったので失礼だと思ったと。はい、これは当チャンネルでまとめてあるので URL 貼っておきますので、興味のある方はそちらからどうぞ。萩原恭平とは死んでも仲良くならない。天心と連絡取ることはない。唯一の幼馴染だが、昔馴染みすぎて連絡取り合って遊ぶとかはない。昔からの友達ってそんなもんじゃないですかね。弟のジョー君はアマチュアの試合とかこれからバンバン出していくが、プロデビューはまだまだ全然させない。今自分が主催して格闘技の興行を開こうと思っている。コンセプトは自分が MMA に適応するのが難しかったので、ストライカーが MMA をするというもので、俺がプロデュースすればめちゃめちゃ面白くなると思う。入場とかもありにしてプロの大会に近いかっこいいものにしたい。ザマッチがまだ決まる今から4年前、そういう大きい大会がいつか必ず開かれるとその頃から思っていて、でもそれが開催された後キックボクシング界は低迷していくと感じて、すでに不安を感じていた。その時に人生の決断をするのは今だと20歳の時に思って MMA の転向を決めた。もっと大きいステージに行きたかったというのが一番だが、ザマッチのような大会をやってから MMA に挑戦するんじゃ自分の賞味期限が切れてから挑戦する感じがしていたので、今ザマッチが終わってキックボクシングが一旦落ち着いている状況だと思っていて、それを見越してその時に決断をした。今は一切キックボクシングの試合をもう見ていない。自分の昨日の試合はすでに20回は見た。今年中に200回は見ると思う。白川陸斗、あんまりよくわかんないが、ディープにちょろっと出てるような素人に毛の生えたようなファイターがいるが、俺はあいつとは違う。怪我で欠場なんかしない。そしてあいつキメーというコメントに対して、あいつキメー、間違いない、マジであいつキメーわ。まあ俺はよくわかんないやつだけど。そして米尾にプレッシャーかけられたらどうしますかというコメントにブッと吹き出し、仮に共通の知り合いがいるジムとかでブレイキングダウンのメンバーらと遭遇したら、動画撮らないでくださいって言ってマジでボッコボコにして失神させたいです。二度と格闘技をやりたくないというぐらいに心を折りたい。今日自分は死ぬんじゃないかと思うぐらいにパウンドとか打ち込んで本当ボッコボコにしたい。ガチでそう思います。格闘技を本気でやるための売名はプロモーションでいいと思うが、格闘技を利用して自分の知名度を上げていこうとしている奴らをぶちのめしたい。そして平本蓮選手、一人笑いながら、米尾って常に睨みつけてるというかキモいんだよな、ずっと頑張ってこんなんやってないと顔真似。はい、確かに米尾くんって顔が常にこう力んでるというか、おでこ眉間のあたりにチャクラが集まってるというか、なので米尾くん100人軍団とか作ってみんなで顔真似選手権やらしたらかなり面白いと思います。そして後輩でアマチュアの選手だが結構強いやつがいて、そいつにブレイキングダウンに出てるやつらをボッコボコにさせたい。死んじゃうんじゃないかってぐらいぶっ飛ばせると思うようなやつで、そいつにツイッターでブレイキングダウンのやつらに片っ端から喧嘩売らせているが、まだ誰も今のところ一人も乗ってこない。そろそろ俺が拡散してフォロワー増やしてあげようかなと思っている。お前ぶっ飛ばしてこいって。やっぱ素人でもぶっ飛ばしたら倒し感がつくんで、KO の感覚をつかむためにもねと。私も前チロリと言わせてもらいましたが、ブレイキングダウンをプロがうまく利用するにはブレイキングダウン狩りをするしかないと思ってて、でそれの適任には勝手に山本歩夢選手なんじゃないかと思ってたんですが、っていうかそれもね、さすがにただの空想で頭の中ではそうだけど、実際にやる人はいないだろうと思っていたら、ここにまさかのライジン人気ファイターの中から指示を出している人がいるとは、いたとは。そして平本蓮選手、まさか朝倉未来がニックネーム頭痛ニキとして
自らブレイキングダウンに参戦するとは思わなかった。まさかのライジンとの契約を破棄してブレイキングダウンと独占するって。あいつも賢いな。もうライジン怖くて出ない言い訳を作るとはね。僕今もうブレイキングダウンと契約してるんでライジン出れないんですよ、とか言って、うわー逃げそう、と。これはこのライジンと破棄してブレイキングダウンと今独占契約中っていうのは本当なんですかね。ただライジンとは一旦契約満了の中休憩みたいなものだと私は思っていたんですが、気になりますね。そして平本蓮選手のこのライブ、アラビア語でのコメントがめっちゃ多くて、多分何かであっちでバズったんだと思うんですが、アラビア語を訳したと思われる日本語に、あなたは男の子ですか、それともスピード違反の車ですか、あなたは私の心に衝撃を与えたから、というコメントがつき、それを読んで Thank you と喜んでおりました。なんかそういえばなんかあのネットのセキュリティで9つぐらいにマスが分かれてて、どれが車ですか、車が映ってるマスをタッチしてくださいみたいなのありますよね。あれでボンネットの先っちょだけがちょっとだけマスにかすってるやつとか、押していいのか悪いのか、ブブー、次は建物を押してくださいみたいなね、あなたがロボットじゃないか確認しますみたいな、あれ嫌い。戻りまして、年末のベラトールとの対抗戦見に行く。そして柴田さんと LINE でやり取りをしていて、今月撮影がてら飲みに行くことになった、と。柴田さんと試合から頑張ってね、ありがとうのお二人やり取りをしていて、柴田さんは平本蓮が負けたら坊主にしますと宣言までしておりましたから、かなり友情が芽生えてきております。で、平本蓮選手、ヒカルとのあの動画、スポンサー絡みもあってしょうがないと思い出たけど、結果としてまあそれなりではあったが、面白い動画ではなかったじゃないですか。でも柴田さんと安保をコケにしまくった動画、あれは自分的にも跳ねて、安保の反応もいいし、いい作品になった。柴田さんだったら週一でただ格闘技のことを喋るラジオというだけで面白いものが作れると思う、それほどシンパシーを感じている、と。はい、これは次私が格闘系 YouTube で来ると思ってるやつで、青木真也選手と浩二選手、平本蓮選手と柴田さんのようにコンビですよね。こことここの組み合わせいい、面白いっていうのの、それこそ週1とかでいいケミストリーが生まれる組み合わせが出せればいいものができる、バズるんじゃないかなというふうに考えております。そして平本蓮選手、アンポルキアチャンネルのメンバーとコラボした時、そもそもキモいやつばっかだったが、特にジョリ、あいつが特にキモくて、僕がアンポルキアのことをいじると、ジョリーがルキア君のことめっちゃ詳しいじゃないですか、それって好きだからいじるんすよね、とか言ってきて、それお前が聞いてどうすんの、アンポルキアのふんどしでそんなギャーギャー言って恥ずかしくないの、キモいな。ここで好きじゃないとか言ったら絶対好きでしょって、そういうやりとりがしたいんだなって思ったから、ボケ殺しであえてうん好きだよと認めたら、ああみたいになってて、本当つくづくきしょいと思った。俺はいつも口喧嘩してる意識はなくて、ただ思ってることを言ってるだけで、アンポルキアもその時口数が少なくて、そしたらそのジョリってやつが、ルキア君がこんな口で押されてんのを初めて見ました、とか言ってきて気持ち悪、アンポ君、ルキア君みたいな感じで、男として生きてる意味あんのかよ、他人にチューブラリンの人生は嫌、自分の足で立ちたい、ふぅ、ラーメンでも食ってこようかな、と言ったところで終了になります。はい、というところでですね、試合後にもかかわらず1時間半以上もやってくれたものでしたので、こちらの方もかなりの長丁場となりましたが、平本蓮選手のブレイキングダウン狩り、今はまだ自分で手を下すという感じではないみたいなんですが、どこまで本気な話かもそれに分かりませんが、もし遂行されていったとするならば、平本蓮選手がまあ反ブレイキングダウンの、つまりプロファイターの中でも今ブレイキングダウンに不満を持っている選手たちが結構いますので、こちらの代表となりまして、で最後朝倉未来選手が出てきたら、プロファイターでありながらブレイキングダウン不良側の代表で2人が試合することにもしなったら、この二極化での対決は
めっちゃめちゃ盛り上がるでしょうね。ちょっとブレイキングダウン側の大将だけがいきなりズバ抜けて一人強すぎますけど、はい、榊原社長が早くも青写真描いているかもしれませんよ。続きましてこちらはライジンアンバサダーくるみさん。あ、そういえばくるみさんって朝倉みくる選手のみくるとくるみだったんですね。はい、昨日格闘技見始めたのかなというところでやっていきたいと思います。まず河村夏樹さんが先日堀口恭司選手のことを好きですとライジン公式 YouTube の中で告白したことについては、素晴らしいです、なっちゃんの恋はとっても応援していますと。平本蓮選手のこの間のマイク面白かった、ブレイキングダウンは出ない、よく萩原恭平選手と同じ眉毛、似ていると言われる、杉山静香さんの声に似ているとも言われる、柔術で近々嬉しい発表がある、後出しに思われるかもしれないが、入場で平本蓮選手が入ってきた時に勝つかもしれないと思った、表情がめっちゃ良かった、ドミネーター選手は怖がってる気がした、前世紀の朝倉未来選手と八千選手の時のような覇気を持っている気がした。なんかドミネーター選手、格闘技以外のことでなんかいろいろあったようで、それで頭がいっぱいで試合前格闘技に集中できていなかったって試合前のインタビューで語っておりましたね。インタビューだったっけな、自分の方の一人語りの YouTube だったかもしれませんが、そしてなっちゃんにみんながわかるはっきりとしたところで負けているのはおっぱいですかね。でもお酒の強さではもう勝っていて、それは過去証明済みと。そして AJ マッキー選手の入場でのお金をばらまくパフォーマンス、くるみさんが話した時は日本大会でもばらまくと言っていたようです。はい、お金ばらまきながら花道を歩いてくると、関節が緩くて最近外れそう、この間3日連続サウナに行った、そしてアクセサリーとかたくさんつけてる人は自分に自信がない人らしいよとも言っておりました。なので歩く100億円と言われている吉川グループの吉川幸恵社長、もしかしたら本当は自信ないのかもしれません。そして堀内恭司選手との今の関係はと聞かれて、まあ今の関係というかもともと何か関係があったわけじゃないんだけど、この間久々ベラトールで会った時に、堀内選手ずるいですよ、あんなになっちゃんとクルを焚きつけたのにと言ったら、僕関係ないですよと言われて、めっちゃ関係あるじゃんと思ったと。はい、そう、堀口恭司選手はもうすでにレジェンドだけど、言いたいことは言った方がいいですからね。その時はだから堀口選手じゃなくてカツオだと思ってね言いましょう。はい、言いやすくなると思いますんで、さらに言うと自分をねサザエだと思うともっと言いやすいかもしれないですね。で、声が小児で止まっていると言われて、そんなこと言われても困るみたいな感じの顔しておりました。あとガチでサトシソウザ選手が一番好きで、2位がもうすでに堀口恭司選手になったそうです。はい、以上となります。あ、そうそう、でこちらは昨日お届けできなかった分でライズの対戦カードになりますね。これまでにタイトルマッチも経験してきている小林有奈選手、こちら今月の3日の試合で勝利し、オープンフィンガーグローブでの試合をマイクで熱望していたんですが、それが早くも決定いたしました。対戦相手は現在3連勝中の平岡琴選手、これが女子初のオープンフィンガーグローブマッチになります。12月10日のライズ163ですね。46キロ契約です。そしてもう一つ同じライズからで、チャンヒョンリー選手に悔しい敗戦を喫してしまった中村寛選手 vs ヤーマン選手、山口優馬選手と敗戦が続いてきている伊藤澄也選手、お互いともに復帰戦となる一番ですね。伊藤澄也選手は次戦発表、今年最後の試合、強さを見せて勝ちます。中村寛選手は、年内あと1回楽しんで来年に備えられることになった、この試合のおかげで本能的な強さ、生物的な怖さの俺を取り戻せるいい相手やと投稿しております。そしてこちらも発表ちょっと前になるんですが、18歳、パンクラス女子最年少チャンピオンのカレンデート選手、改めカレン選手も12月25日のパンクラス330で試合決定いたしました。鉄の親方藤野恵美選手の顔を肘で切り裂いて勝利して巻いたベルトになりますね。そのうちライジンにも出てきそうな選手だと思いますが、対戦相手はシュートからの死角、1勝2敗、167センチのソルト選手になります。この大会マジですごすぎますね。鶴谷玲選手、時高選手、中島太一選手のタイトルマッチ、西川ヤンボー選手、伊藤誠一郎選手、田村一成選手 vs 両選手、2位スグル選手と、
で今回カレン選手まで来たんで本当驚きました。ちなみに私的には中島太一選手超しております。もちろん釣り屋礼選手も。そしてやっとこの選手の試合も決まりました。試合させてくれと渇望していた元極真世界チャンピオンの上田美希夫選手、12月4日のグラちゃんになりますね。7ヶ月ぶりの試合となります。対戦相手は私もよく分かりませんが、今回がプロデビュー戦となる韓国のソン・ムジェという選手で、韓国セミプロでは6戦6勝してきているらしいです。めっちゃおどろおどろしい顔から血を流してる系の和彫りを入れてますね。多分もともと体が大きくて片親で暴れん坊で、一時間違った道にそれるも格闘技と出会い、あとお母さんが見捨てなかったんでしょうね。見捨てるところの子供はぐれきってしまうが、見捨てないところの子供は戻ってくるって言いますんで、なのでそこで改心してこれから再びやっていこうというファイターだと思います。はい、私の想像の中ではね、頭の中では。はい、好きな食べ物はあとね、焼肉とケジャンっていう顔もしておりますね。上田美希夫選手のツイートは、試合決まりました、ここから這い上がる、応援お願いいたします。明日貴博選手は上田くん復活と、上田選手明日さんありがとうございます、頑張りますと、ジムの先輩後輩同士でこのようなやり取りもありました。でもこれで年末に向けて上田選手とも試合をしたがっていた関根選手の枠がまた一つ減ってしまうということにもなりましたね。ここのところ関根選手、ボールは友達ならぬ鉄は友達と言ってハードなトレーニングにも励んでおりましたので、はい、あんなに無機質なね、鉄アレイとかバーベルをもね、友達にしてしまうぐらい練習しておりますので、各団体様よろしくお願いいたします。そしてこちらは昨日のというか11月9日夜1時からなので、もう本日ですね、釣り屋礼選手のインスタライブになります。髪の毛を金髪にして、髪の毛をさらに半分ぐらいに短く切っておりました。めっちゃ似合ってましたね。で明日で、この明日ももう今日になるんですが、グアムに行く予定なのに、ワクチン接種証明書をこの前アメリカに行った時に使ったのに、もういらないと思って捨ててしまったようです。釣り屋礼選手、お父さんがこの前断捨離しろって言ったから捨てちゃったよ。でもこの間パスポートにアメリカに行ったというスタンプでの証明はあるから、ってことはワクチン証明書がないとアメリカにも入国できてないってことだから、それを見せればワンチャンいけるかな。まあ奇跡に祈るしかないレベルだとは思うんだけどさ、お父さんはそもそもワクチン証明書取ってないから最初からグアムには行けない。で視聴者さんが調べてくれて、やっぱりその場での提出が必要みたいですよと教えられて、釣り屋礼選手失意のうちにインスタライブ終わっていきました。はい、でも朝一で行くはずが夜になるとか、その間にすぐ証明書が取れてとか、そんなような話でもあるのかな。ちょっと私には分かりませんが、今頃どうなっているんでしょうか。続いてこちらは有志選手のインスタライブの模様にも2秒だけ触れておきましょう。まず試合の話は進んでいないと言っておりました。ここのところ有志選手 vs ブレイキングダウンの誰かみたいなのが年末組まれるという噂も聞いていたんですが、でもそういったコメントもついてたんですがスルーしていたんで読まないで、なのでちょっとよく分からないですね。最近ドラマの撮影がいくつか入っているらしく、でこの日はそれとは別に中国の御曹司の役で撮影をしてきたと言っておりました。はい、中国の御曹司の役っぽいですよね。さらに私服で来てくださいとも言われたようです。はい、あれは中国の御曹司ファッションだったんですね。あと昔バスケをやっていたので宮城亮太に似てるって言われたことも確かあったと思う。うん、言われてみると似てるかもしれません。であと他にはアウトレイジみたいな役も実はやってみたいらしいです。自分の中に結構暴力性もあって、いてまえこらとかやりたいとおっしゃっておりました。そしてこちらは所秀夫選手の SNS からなりまして、なんと人気ドラマ、孤独のグルメ、ゲスト出演させていただきます。岐阜編です。岐阜出身なので嬉しいです。思い出作りに来ちゃいましたとスタッフさんに伝えたら、歓迎していただいてほっとしました。11月11日金曜日。24時42分からテレビ東京でと、主演の松重豊さんとのツーショット写真も添付されております。はい、ちなみに松重豊さん、孤独のグルメでは黒髪で、他で見ると白髪ですが、本来は白髪で、この撮影の時だけ染めているようです。はい、過去どっかでそのような記事を見ましたね。あと河本ひろとさん、ブルーハーツハイローズの2人売れない頃、同じ中華料理屋でバイトしていたという経験も持っていますね。
そして昨日は442年ぶりの皆既月食ということで、橋の上とかでも結構人がたかっておりましたね。写真撮ってる人とか、双眼鏡で覗いてる人とか。貴健伸選手も400年ぶりのなんとかとツイート。山崎秀明選手も何百年に一回という月の出来事に、もうすでに数回体験してる気がするけど、気のせいかな、見たことないけどと投稿。はい、これは多分あれですね、10万人とか100万人に1人の難病とかでも、その難病の数が何百とか無数にあるんで、結果割合としては珍しくないという話に落ち着いているみたいなね。はい、それを想起しました。そして那須川天心選手、成田空港で行ってくるアメリカの国旗、またねということで渡米なんですが、これは何の予定で行くんでしょうか。ちょっと知ってる人いましたら教えてください。はい、というわけで本日は以上となります。昨日ですね、私鈴木千尋選手の話題やらせてもらった時に、ちょうど左上の通知が来ているところ、今現在漫画のアプリを2つダウンロードしておりまして、でそれの頭文字でまと偶然来ていたよというふうにお伝えさせていただきましたが、本当にそんなことあるんかいというねコメントをいただきましたので、このようにその後同じ状況になりましたので証拠として取っておきました。はいはい、こちらも同じですね。こちらはロックされてる一番最初の画面になるんですが、昨日の夜12時半のものですね。まあまあプラス5となってますね。このプラス5が何を表すのかっていうのがね、ちょっと気になるところではあるんですが、まあまあプラス5。はい、ちなみにですね、この緑色の画像、私ここのところ目が悪くなったので、緑が目にいいって聞いたので、近くにあるセーターを取ってこの一番最初の画面に設定しているという結構残念なスマホではあるんですが、はい、ということで昨日の照明もバッチリできたところで、皆さん本日も30分お付き合いいただいた方は、最後にライクボタンの方、高評価の方をポチッと押していただけると、私の明日の生きる活力になりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。チャンネル存続のために。また聞いてね。